新鮮安心いなべフルーツ。今回は現在旬のタケノコを売り棒に出荷している小林明憲さんをご紹介します。小林さんは3年前からタケノコを掘り始めたそうです。両親もちょっと養成用にもなってきたもんで、まあ、自分も山の森しがてらタケノコ掘りにかかったみたいな感じですね。いざ自分がやってみると面白いですね。なんかこうこれいいやつかなと思って掘ってみると良くなかったり、あこんなんでかなと思う時に下の方からいいやつがコロンと出てきたりとかして、その時その時で面白いですし、その年の気温とかいろんな気象条件で出る状態も変わってくるし、毎年やりだすとなんか面白い、こう一つの趣味みたいになってきますね。ここの竹林は毛草竹と言いまして、太い竹が生える竹林なんですけど、うちのその竹の子の特徴として、まあ、柔らかいというのと、あとものすごくこう太いものが出るんです。その太いんだけどもすごく柔らかいという、まあ、特徴があるので、太いのがあると嬉しくなりますね。柔らかい竹の子が出る理由を小林さんにお聞きしました。毎年まあこまめに掘るもんですから、その土が根縁とかが切れてこうふわふわな状態に全体がなってきとるもんですから、結構柔らかいタケノコが出ますね。小林さんのお宅ではタケノコご飯や煮物、味噌あえなどで旬の味覚を楽しんでいるそうです。自分は少しずつやけど喜んでもらえればというふうに思います。旬の味覚タケノコをいっぱい食べてみてください。